大村知事を訪問したのは、プロバスケットボール B リーグで愛知県内に本拠地を置く三遠ネオフェニックス、シーホース三河、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、ファイティングイーグルス名古屋の選手らです。4チームで切磋琢磨して優勝を目指していきたいと思います。本当に4チームが中地区っていうこのところで本当にすごくバスケットを盛り上げるいい機会だと思うので、切磋琢磨して頑張っていきたいなと思います。 B リーグの新シーズンは来月3日に開幕します。